もう一つなんか思わずね、こっちの話題に行きたくなっちゃったのは、うん、大阪の、うん、死者数がすごいのと同時に、うん、12,700 件の、うん、感染者の未集計があった、うんうん、それを上乗せしたみたいな話、上乗せしたっていう、うんうん、まあ、ついに統計もいい加減になってきたのかなっていう、うん、これはね、これもまた失敗モデルなのに、うん、大阪のメディアなんか全く批判しないわけ、うん、吉村知事とかああいうの、もう異常だなと思う。で、むしろ逆に言うと、うん、その大阪を失敗モデルなんで、うん、そこを見てると、うん、失敗の原因っていうのが見えてくるんじゃないかなっていうふうには思うんです。はい。で、身を切る改革っていうのがいかに、人間にの生命や、うん、その健康を、このおろそかにしたかっていうことがすごく明らかだし、経済をひどく痛めつけるっていうこともよく分かったっていうのがこの間のことでね。で、特に検査の数がなかなか出てこなくなったのはなぜなのか、あるいは検査がなかなかできなくなってんのは大阪はなぜなのかっていうと、2000年の4月に大阪市の保健所って一つになっちゃった。身を切る改革というか、いや、その以前、以前にもそうなってて、うん、まあだから財政が予算、そうそう、感染症対策の予算も減らしていったしと同じ時期。そうそうそう、病院も減らしたんだって。うん、そう、うん、そうなんだけど、うん、その前に前市として、各区の保健所が、保健福祉センターに格下げして、で、維新のもとで、どんどん非正規になってるし、非正規雇用になってる。はいはい。でも、数数えられないじゃん。で、おまけに二重行政を正すと言って、実際に起きたのは2017年の4月に、大阪市にある、検査や研究を担うね、環境科学研究所っていうのと、大阪府の、これは保健所を指導監督する、いわゆる地方公衆衛生研究所、これが統合して、独立行政法人になって民営化しちゃった。結局そう、民営化しちゃったの。パッと話聞いた時に分からなかったんだけど、その大阪では、その人材派遣のパソナとか、すごくその徴用してるって聞いてて、それってそういうことで出てるってこと？責任を持って、検査をして、でみんなそれをまあ割り振ったりするっていうことをやる保健所そのものが、異様に弱体してる。契約とか派遣で気がついてみたら、こんなに感染爆発が起きたら、たちまちパンクをして、12,700人、統計漏れがあった。でも、それも本当にそれだけかとか、死者の数も、もしかしたら数えてねえんじゃないかとか思うぐらい、なんというか、ちょっと不安になるような中身で。いや、だけど、あれすごい不思議。突出して死者数が多いから。いや、それは、僕は根本は、厚生労働省が、病床削減政策を2018年から強化したんですよ。はい、やってましたね。病床機能を再編支援事業っていうのをやって、もう補助金出して支援金を出して、病床をどんどん削らせる、あるいは病院の統合を進めるっていうのをやったわけですよ。で、いち早く大阪は乗っかって、大阪市立の住吉市立病院っていうのを、閉院しちゃったんですよ。と、地方の中で、もう、コロナ対策、民間の金儲けの病院はやらないじゃないですか。と、公立病院が中核拠点病院にならなきゃいけないとこが、バッといなくなったわけですよ。ね、病院減らすことに税金かけてたんだもんね。それは大阪だけ、大阪一人、全国、日本。全国でやったんだけど、それは、北海道も過疎化がひどいんで、それやっちゃったわけですよ。小泉政権？小泉政権じゃないですね。そのも、これが強化されたのは2018年だから、あれですね、
安倍さんのもとですね。安倍さんのこと。はい。はい。で、はい、まあ、もともとそういう政策が2025年、うん、ありましたからね。25年まで20万床から25万床を削りましょうって話をやってたのが、2018年に具体化して始めたわけです。なるほど。で、大阪はその先頭切ってやって、二重行政解消っていう、身を切る改革だっていう。で、それで今もうボロボロな医療崩壊を何度も起こして、それで結果として、まあ札幌医大の統計見ると、今週一週間見てても、大阪は人口100万人あたり 7.4 人。全国平均 2.8 人。だから2倍以上です。はい。で、累計で見て、すべての、死者数を見ても、大阪は 357.2 人で、ダントツの日本一なんです。だって全国平均は150人だから。倍以上。で、そういう結果が起きてるのは突出して見えてるんだけど、そのバックは、結局厚労省の政策に最も先頭を切って追随したからなんですよ。二重行政とか身を切る改革とかいうのにフィットしてたんでしょうね。なるほど。で、結果的にじゃあ、2018年にそういう補助金やって、2位で全国2位の死亡率の北海道も、やっぱりこの病床再編、機能再編支援金で、どんどん病床削ってるんですよ。厚労省は、こんなことしたら、こうなんかベッドも減っちゃってて、こう大変になっていくっていうことは分かってたの？それ分かってたんだけど、2020年にコロナが起きたわけじゃないですか。はい。そしたらこれが、この矛盾が一気に出ちゃったわけです。はい。だけど、厚労省は、この病床削減政策を基本的にやめようとしてないわけですよ、今も。まあ、ここお金かかるからね。お金かかるから。はい、はい。で、未来に向かってね、高齢化が進んでいく中で、できるだけ在宅医療に移しましょうっていう政策をやってるわけですよ。はい。ところが、コロナが出た状態でもその政策をずっと守ろうとするから、とんでもないことが起きちゃって、みんな我々テレビのニュースで気がついてないんですけど、はい、医療逼迫を防ぐっていう、必ず言うじゃないですか、テレビが。医療逼迫をさせたのは誰だっていう話。誰だっていう話、ね。それはなぜかって言ったら病床を削っちゃうからさ、そこでコロナでも猛烈に患者が増えちゃえば、逼迫するでしょ。逼迫するに決まってるのに、それをずっと元々の方針で病院を、削ってる病院を、の数を守ろうとしてるわけですよ。要するにどんどん減らしてる方向性を、の路線を守ろうとしてるから、結局。政策としてはわかるけど、そこなんか利権もありそうな。まあ、それもあるね。なんか、わかんないけどね。あ、なんか、尾身さんのなんかね、地域医療機能なんとか、機構とかいうのもそれに近いような気がするね。あれでしょ、もう一回決めたことだから。あ、それもある。そう、すごい感じ。失敗の責任を取りたくない。で、結局 37.5 度の3日間の発熱っていうのは、できるだけ入院させないようにしてたわけです。だけど、ちょっと、適切かどうかわからないけど、安物会の是認失いみたいな感じで、それを節約しようとしたら無症状者がどんどん野放しになるわけだから、感染爆発が起きるわけじゃないですか。かえって苦しくなっちゃって、それでおまけに今みたいに、尾身さんとか後藤厚労大臣が検査なんかしないで診断して自主的に自宅で療養しろみたいな方針になると、みんな不安じゃないですか。だから検査キットが欲しいとか、検査したいっていうふうになっちゃうわけね。日刊現代の見出しはあれですよ、大行列検査難民っていうのが見出し。そうそう。だから検査。みんな検査、そう。検査を、だから、自分で判断してくださいって、自分で判断するためには検査が必要、検査しなくちゃいけないからって、そうそうそう、検査に殺到したわけだよね。だって無症状であったりするかもしれないから、したら家族とか大事な人に移しちゃうかもしれないけどね。そうなんだよね。検査が結局殺到した結果、キットや試薬が不足しているので、発熱外来がどんどん閉じてるわけです。はい。で、みなし陽性とかいう話がますますひどくなって。見ないけど、あなた見ないけど、私の勘では陽性です。そう。
ってお医者さんに言われちゃうわけ。だから医療崩壊が結局加速させちゃったわけですよ。うん、医療逼迫を防ぐって言いながら検査を制限した結果、うんうん、無症状者が野放しになって感染拡大になって、うんうん、人々が不安になって、うんはい、検査に殺到して、結果的に発熱外来がもう閉鎖になると。うん、それなのに、今この状況をほっとくのは、なんで、うん、ピークアウトするの待ってるだけですよ。ピークアウトが、おそらくあるだろうと、この先にピークアウトして、感染が収まるだろうと。そう。で、自然の、中で起こってる感染の収まり方待ちと。だってコロナが、始まったばっかりの時に、うん、この国の副総理だった人は、うん、暖かくなったら終わるって言ってたんだから。そう。まあ、ね、当時、まあ、お医者さんの中にもそういう見立てしてた人いたからね。うん、死者がいくら出ようが、うん、とにかくこれだけ感染してて、うん、結局今、感染がピークアウト してるように見えるのは、うん、検査数が少ないから。うん、検査できる数に制限されて感染者数が決まっちゃってるだけで、もう5倍とかもっと 何倍ってあるから、うん、そしたら何十万って感染してるとしたら、うん、例えば2週間すれば500万人感染しちゃえば、どっかそれは誰、みんながこう感染しちゃえば、ピークアウトする可能性は高いよね。検査数の10倍から100倍って言ってる先生いらっしゃいますね。そうだね。だから、まあ、きちんとした推計はないけれど、うん、まあ本当にどうなってるのかがわからない状態になってると思います。近年だってこれだけ数字が当てにならないっていうのも珍しいね、でもね。いや、本当に。いろんな分野でね。いや、うん、政府の統計も全部改ざんだし、そうだね。まあこういう状態だと、うん、発展途上国でしょ。すごいびっくりしたよ。で、結局、うん、病床の削減がして検査できないで自己判断みたいなことになれば、うん、医療崩壊すれば、うん、結局経済的な崩壊やリスクも大きくなるから、そっちになるよね。もっとコストがかかっちゃうわけですよ。金魚鉢の向こうからものすごい大きな丸が出てます。だでもさ、統計を改ざんするような国の言うこと信じらんないよね、ちょっと。いや、本当にそう。うん、それで。あ、ごめんごめん、時間。うん、だけど、まあ、だ時間だ。見てほら。ありがとうございました。大竹紳士交遊録。来週月曜日は経済アナリストの森永卓郎さんです。村さんのからお願いします。はい、中村さんのコラムですけれども、うん、同じ島国でニュージーランドや台湾は感染を抑え込めていますよね。うん、でも日本の政権が逆にニュージーランドと台湾を指揮していたらと想像すると、感染は爆発していたのではと思ってしまう。で、日本で米兵たちが日本に入国する際のコロナ対策があれほどずさんとは思わなかった。島国の利点もゼロだったと書いています。昨今の報道で気持ち悪いのは、限られた人材や資源を重症者などに集中するためという言い方で、様々なことが自己責任に転嫁されていることだと思う。そうではなくて、この2年、抜本的なコロナ対策の改革もせず、多分大丈夫と構えていたら大変なことになったので、結果人材も資源も限られ、重症者などに集中しますというのが正確ではないだろうか。政治のミスを国民が自己責任で補うということがもうずーっと続いていると書いています。うん、そう、なんかさ、はい、もう、2年以上じゃん、うん、そしたらさ、お台場かなんかの土地空いてるところにさ、専門の病院とかさ、うん、もうマスク台とかで建てられてたんじゃないの？ねえ、注射を打ったりとかさ、みんなで。ちょっとなんか、年の初めと年末になんか、ちょっと、一時期10人ちょっととかになったじゃない。なりました。うん、ねえ、あれで収まるんじゃないかな、みたいな、ちょっと楽観論が、なんか関係者に蔓延しちゃったんじゃないかなと。本当はあそこでやっとけばなっていうな、うん、そうですよね、うん、ただ中村さんの言うように私たちね、国民には自己責任自己責任って言っておきながらだよ、うん、もうじゃあ国の責任はどこにあるんだっていう話だよな。本当無能だよね、うんうんうん、だってさ、うんうん、結局なんていうの、うん、陽性になったら隔離も自宅隔離じゃなくて、うん、それ誰か面倒見てくれる人が必要でも、うん、みんな集めた方が絶対やりやすかったよね。そうですよね。病院ちょっとずつ、うん、
ちょっとずつそのコロナの患者を置くよりも、そっちの方が、なんていう、見る人たち、集中して見るからね。そうそう、医療従事者の人だったら楽だったよね。政治のミスを国民が自己責任で補うということがもうずっと続いています、はい、まず政治がミスをし、それをフォローするためテレビに出る人たちが自己責任論を撒き散らし、よって社会がギスギスするという悪循環がもう何年も続いていますというふうに、中村さんはこの番組にもご出演になりましたけど、結構今のやり方についてちゃんとした意見をお持ちだっていうことがよくわかります。もともとあれだよね。小説をたくさんお書きになったりね、はい、芥川賞なんかも受賞していて、土の中の子供だっけ、はい、ね、2005年ですね、芥川賞を取っておられます。はいはいはい、でもさ、コロナになってもだよ、自宅で見てももらえないで、最初にさ、そのまま色ってさ、そういうのが別に普通ってなってるわけでしょ、検査もしないでいい色みたいな。見なし陽性みたいなのね。そんなのはっきり言ってさ、政治が機能してるって言えないんじゃないの？みなし陽性って、そういうことを言い出したのは、日本だけらしいね。へぇー。その国は、そんなこと言ってないみたいだね。もう、みなし陽性って、なんだ、それって。よくわかんない。みなし陽性っていうさ、すごい曖昧なものは許すのに、どうしてこの国さ、すごいその、不倫とかにここまで厳しくなったのかよくわかんない。次に行きますか。びっくりしました。なんかすごい、デコボコだよね。それも、ね、国がどうのこうのじゃなくて、同じ市民の中でそういうのをね、やり玉にあげたりしてるわけだからね。なんかこう、本当に、この方のおっしゃるようにギスギス感がコロナで日本は増したっていう感じだよね。もうやだこのギスギス感。この点 NHK や共産党の機関紙赤旗が9月には米軍側は政府に、日本政府に通知していたんだというようなことを報道しています。で、一方で松野官房長官はその認識は誤りだと、アメリカ側に申し入れたのだというような発言がありました。この問題、要は日本側と米軍側で今食い違ってるということですか？はい、これはですね、結局アメリカの報告待ちのような体制でですね、待ちの姿勢で日本側がこれに対応してるからこういう齟齬が生じてしまうんですね。これ12月の段階で基地内を見るとですね、これも基地従業員がたくさんいますから報告ありますけれども、はい、マスクなしで動き回っていると、しかも感染情報はアメリカが、世界最大の感染地帯になってるわけですから、そこから入ってくるときにしっかり、検査してるかどうかというのは問われたんですね。はい、でこれは岸田総理は当然の鎖国のようにですね、海外からオミクロンが入らないように、国境を封じるような形の検査体制、あるいは国際線に対する規制を加えたにもかかわらず、米軍に対してはそういう規制が全く働いていなかったんですね。はい、これがやっぱりそのオミクロンを入れてしまう、まさに尻抜けの状態で、オミクロンが入ってきているという、そんな状況にありますね。はい、だから非常にこう厳しい体制を取った中で、米軍だけの扱い方というのが、特殊性というのが浮き彫りになりましたよね。そうですね。やっぱりこの米軍に対してもしっかりと権益をできる体制が取れるかどうかというのが、これ自民党の中でも、これ、池田佐藤隊長ともテレビで議論した時も、これはもう日本が舐められているという、かなり厳しい発言をしていました。今こそやっぱり国民を守るための日米安保であるのであれば、はい、やっぱり検疫体制をしっかりやってほしいというのがありますね。そしてこの問題、今日の国会でも話題となっていました。音声聞いていきたいと思います。衆議院予算委員会、立憲民主党の源馬議員と林外務大臣とのやり取りです。立憲民主党の源馬健太郎です。早速質問させていただきたいと思います。昨日 NHK の報道で、昨年9月以降にですね、在日米軍の、軍人たちが出国前の検査を受けずに、入国をしていたことについての報道がありました。このことについて、伺っていきたいと思います。改めて財務大臣に伺いますが、この、昨年の9月以降に
この在日米軍で出国前の検査をせずに入国していたということを我が国が知ったのはいつですか。外務大臣林芳正君。お答え申し上げます。在日米軍による出国前検査が免除されたことを日本政府が確認したのは、昨年12月24日でございます。現場健太郎君。確認したというのは確認したのが12月24日初めて知ったのも12月24日ということですか。確認したということと知らされたということがどう違うのかよく分かりませんけれども、確認をしたのは12月24日でございます。報道によるとですね、去年12月に知ったというふうに日本政府はしているが、すぐに日本側に情報共有しなかった理由を尋ねられて、米軍司令部は言うまでもなく取られている措置については日本政府に対し情報を提供してきたと、そういうふうに、文書で回答しています。知らされていたんじゃないですか。この出国前検査が免除されたことを日本政府が確認したのは昨年12月24日でございます。で、昨年9月の時点でですね、在日米軍が出国前検査を免除することとしたという通知は受けておらないところでございます。これ文書で、答えています。 NHK の取材に対して米軍司令部が、そんないい加減なことをですね、文書で答えるはずがないと思うんですね。これ全く食い違いますよ。向こうは文書で答えているわけですね。で、本当にこれが、違うというんだったら、やはり何らかの行動は必要だと思います。抗議なり、それどういうふうに対応されるんですか。この先ほど申し上げた通り、出国前検査が免除されたことを日本政府が確認したのは昨年12月24日であり、それよりも前に日本側に通知していたとの認識が誤りである旨、米軍に今般申し入れたところでございます。はい、というわけで立憲民主党の源馬議員と、それから林大臣とのやり取りを聞いていただきました。前中谷さん、このやり取り改めていかがでしょうか。まさに日本がやっぱり積極的にやっぱりこう確認をしていなかった。これ24日というのは沖縄県知事が申し入れた日ですよ。はい。これはおかしいじゃないかと。この感染が広がりそうだということを警鐘を鳴らして初めておそらくもしかしたらアメリカ側に問い合わせてしたかもしれませんね。なるほど。こういう国民を守るということで言うと、沖縄もビビッとにこういう感染大国アメリカとフェンス1枚隔てて、そこに出入国が自由になっている人たちが入ってくるわけですから、アメリカが咳をすれば日本が風邪をひくぐらいのですね、はい、その距離感というのはフェンス1枚ですから、そういう意味では感染対策をどうするかという話をしてしっかりやっていれば、広島あるいは山口のですね、基地からも感染が拡大することはなかったと思いますね。なるほど。これ仮に政府の言う通りに12月24日にこう把握をしたのだというのが事実だったとしても、それはそれとして非常に遅いではないか、問題じゃないか、はい、ということになってしまうんですよね。まさに9月という段階で、彼らが言っている段階でしっかりやれと言わなきゃいけないし、はい、でアメリカはですね、アメリカ軍は日本に入ってくるときは非常に甘いんですけども、日本から出ていくときはしっかり彼ら検査してるんですよ。アメリカから持ち込んでもアメリカには持ち込まない、持ち帰らないというような対策をアメリカ軍しっかりやってるんですね。そういう対応の違いからしても、まさに佐藤隊長じゃないけども日本は舐められてるのかという、そういう声が出てきても仕方のない状況だと思いますね。なるほど。これ政府の側に対して、野党議員、現場議員などがですね、申し入れをするべきだ、抗議をするべきだというものに対して、メールで申し入れたというふうに林大臣は答えました。残念です、はい、これはですね、こういうことは対面でしっかりやらないといけないことですね、はい、どうしてこんなに怖がるんだろうと思うぐらい対面をですね、非常に避けてる感じがありますね。言うべきことをしっかり言うと、それはもう面と向かって言って初めて動くっていうのはありますよね。大事なことまでもメールで伝えてるっていうような話がちょっと残念でなりませんけどね。またそのメール締め切りは設けているのかという質問に対しては、詳細は差し控えたいということで、それ以上は分からない段階ですが、この論点、今後どういったところが明らかになることが必要でしょうか。はい、これは今回かなりの大きなうねりになりつつありますけれども、日米地位協定のこの9条のこの入国管理に関して、アメリカ軍のですね、入国管理については、やはり検疫体制をしっかり取れる、でその検疫については検査体制をもう韓国でもやってるわけですから、共同でしっかりとこの PCR 検査をさせる、その結果についても管理する、はい、そしてフェンスから外に出ないように
しっかりと、まあ、防御していくという、そういう体制ですね。その基地の中ではですね、実は感染者が出ても隔離する施設がないんですよね。はい、そうすると、混在している形で、実は弊社はですね、3人部屋、4人部屋もありますから、感染している人たちがそのまま感染が広がっていると。はい、しかし、鍛えられている彼らが、重症化をしてないというので、風邪程度にしか考えていないという、司令官たちも含めて認識の非常に甘さがあるんですね。フェンスの外側には高齢者たちたくさんいますから、フェンスの内側の若い人たちだけの米軍の状況とは全く違う、まあ、そういう対応の違いみたいなものもしっかり取られなければならないんですが、アメリカ軍に任せるとアメリカ軍もですね、実は感染者はこの中ではですね、集団で食事をしてはいけないとか、はい、飲み食い懇談の禁止をしてるんですが、まあ、それはフェンスの外側に出たら自由にやってるんですね。まあ、こういうアメリカ軍も中では厳しいけど外には自由に出してしまうという、息抜きを日本でやらせてフェンスの内側をしっかり管理するという、まあ、そういう対応になっているところもしっかりと確認を政府にはしてほしいと思います。わかりました。前田真司さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。沖縄国際大学大学院教授前田真司さんにお話を伺いました。はい、アメリカ側のね、米軍側の対応、自分たちの内側は気をつける、アメリカの大陸に対しては気をつける、でも日本に対しては気をつけない、これダブルスタンダードって一瞬思ったんですけど、いや、スタンダード一つなんだと、アメリカだけ優先っていう、そのスタンダードだけになってしているしまっているので、それに対してやはり政府として適切に抗議をすべきだった、このタイミングなどについてはやはり明らかにしてほしいなと思います。ネグレクトなどが8270人です。一方、 DV ドメスティックバイオレンスの相談は83035件で、こちらも過去最多で、警察庁は児童虐待や DV は被害が顕在化しやすい、新型コロナウイルスの感染拡大など社会の変化も踏まえ、犯罪にはきめ細やかな対策を進めるとしています。それでは文教学院大学教授で国際子ども権利センター代表理事の海田真知子さんにお話を伺います。はい、海田さん、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いいたします。お願いします。お願いいたします。さて、今のニュースにもありましたように、去年の児童虐待の通告、そして検挙の件数、過去最多ということになっています。海田さんはこの数字、どういうふうにお考えになってますか？はい、過去最多となって非常に多くの子どもたちが虐待を受けているってことが分かったことは非常に残念で悲しいことではあるんですけれども、はい、まあ、数字だけを見ると2020年とかそれほど大きくなったわけではなくて、これはニュースでもありましたように、コロナになって潜在化していまして、実際はもっと多くの虐待件数が起きているのではないかと考えています。で、考えないといけないのは、その2170件の中で虐待死にまで至った件数がどれくらい多いかということがこれから発表されると思うんですけども、はい、その特徴としてやはりそれがかなり多くて、多い場合は80件近くもなってしまう、つまり、年間にすると1週間に1人か2人の子どもが亡くなっているということにも注目していくべきだと思っております。北欧では年間の虐待数がほぼゼロだということなので、はい、どうしてそこまでエスカレートして深刻化してしまうのか、そこに至るまでなぜ介入できないのか、SDGs では2030年までにこういった暴力、子どもへの暴力をゼロにするという目標を掲げているんですけども、はい、抜本的な解決が日本ではまだまだ遅れているというふうに感じております。その解決というのは、さまざまな通報であるとか児童相談所につながりやすくするだけではなくて、そもそも社会的な育児や支援などが必要だということですか？そうですね、社会的な育児、社会で子どもたちを育てるということをもっともっと強く社会的な認識を持っていかないといけないと思うんですけども、どうしてもその家庭あるいは親、はい、特に母親が子育ての責任を担わなくてはいけないというジェンダーの問題もすごくあると思うんですね。そういったところも今の DB も増えてきて、DB の面前 DB も増えてきているということが報道でなされましたけれども、はい、やはりその母親がそういった責任を担うと同時に父親から母親への支配の関係があって、その中で自分の子供でありながらその父親からの暴力を止めることができないという、力関係などももっと見ていくことも必要だと思います。はい、
面前 DV というのは目の前でその家族などが DV されている姿を見せられ続けるというようなものもありますけれども、これあのコロナ禍の影響ということをちょっと考えたいんですが、コロナ禍でのこの虐待に対する影響というのはどういったものが出てるんでしょうか。はい、あの非常に大きなことだと思っています。つまり、まあ、父親が家で働くようになるとどうしても静かにしなくてはならないわけですけども、はい、まあ、騒いでる子どもとか泣いてる子どもがなんであの静かにさせないんだということで、父親から母親への、まあ、あの暴言があったりすると、母親もイライラしてついまたそこで子どもへの暴力につながってしまうということがありますので、まあ、そもそもあの外出自粛で親子が家の中で狭い空間で接する時間が長くなっているので、ただでさえイライラするのがあのそういったこう自分の責任になってしまって、それをどこにも相談ができなくて母親が孤立してしまうというそういう問題につながっていると思います。なるほど。またあの家以外の居場所などにこうつながることで、例えば発散をしたり、あるいはそこでさまざまな虐待などを発見したりというような機会も減っているような印象あるんですが、はい、そこはどうでしょうか。そうですね、あの、まあ、あの児童相談所の職員があの自宅訪問できな、家庭訪問できなかったりとか、はい、あの子ども家庭支援センターの職員が家庭訪問できなかったりということもありますし、うん、まあ、学校でなかなかその接触できないってことで先生が虐待を見つけることができなかったり、あるいはその前だったら子ども食堂に行けていた子どもたちが相談できたのにそれができなくなってあの見つかりにくくなっているってことはすごく大きな問題だと思います。そうした中、改めて虐待の疑いがある場面や話を見聞きした場合、我々はどう対応したらいいんでしょうか。はい、あの、まあ、まずはあの難しいと思った時にあのもっともっと気軽に、相談できるような人を紹介してあげる、まあ、早くって119の番号もありますけれども、はい、189ですね。なかなかそこまでかけるあの余裕がなかったり勇気がなかったり隠しておきたいというお母さんもすごく多いと思いますので、うん、あの本当にこう気軽にこの人だったら相談できるんじゃないのっていう人をこうあの紹介してあげたりとか、はい、あるいはそのちょっとだけでも私預かってこうできますよって声かけたり、あの最初は抵抗されることもすごく多いと思うんですけども、諦めずに何かできることないですかって周りの人が声かけていくってこと、あとそのお母さんだけの責任じゃなくて社会で子どもを育てるものだってこう意識改革をもう地域全体でやっていくことが大事じゃないかと思います。わかりました。海田さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。文教学院大学教授で国際子どもの権利センター代表理事の海田真知子さんにお話を伺いました。今の話の中でもありましたように、あの児童虐待の疑いがあったり、あるいは自分自身が虐待に関わってしまいそうだという、まあ、そうしたような様々な相談を受けられるために、各地の児童相談所にこうつながる189ですよね、はい、189、これは短縮ダイヤルができるというのはまずは一歩だと思います、うん、あとはご指摘のようなその社会的な育児サポート体制、あの時には例えば子供を預けて出かけたいとか、ちょっといろいろ手助けしてほしいとかというニーズもありますからね、うん、はい、そうしたものの整備が、まあ、喫緊の課題だなと感じました、うん、までとしている自立支援の年齢制限を撤廃する方針を決めました。まあ、現状は原則18歳、最長でも22歳で施設を退所するなどして自立することが求められているんですね。厚生労働省は今の通常国会に児童福祉法の改正案を提出します。金曜日のコメンテーター、上智大学文学部新聞学科教授ジャーナリストの水島博明さんです。水島さん、お願いします。はい、このニュース、まあ、法律に関する、問題なんで、ちょっと、とっつきにくいというか、分かりにくい問題なんですけれども、はい、まあ、子どもたちを社会全体でどう守っていくかという、結構大事なニュースなんですね。うんうん、はい。で、まあ、児童虐待についてのニュースって、まあ、時々報道されますけれども、うん、まあ、その社会問題って、いろんなところに、まあ、影響を与えている深刻な問題なんですね。はい。で、例えば、まあ、児童虐待を受けている子どもたち、まあ、2018年の東京の目黒区とか、2019年の千葉県野田市のケースなど、うん、まあ、結局子どもが亡くなってしまうというようなケースがあったわけなんですけども。辛いニュース、事件がいっぱいありますね。まあ、そうしたときに、まあ、児童相談所が、まあ、いかに親と引き離して、一時保護するかというのが、うん、はい、その時々ではニュースになるんですけれども、うん、まあ、結局その、まあ、なかなか児童相談所も
どこまで確信を持って踏み込めるかっていう問題があったりしてですね。はい。まあ結構同じような事件が相次いでいるんですけれども、うんうんうん、まあそういう対応の遅れをなくそうということで、今回児童相談所が独自に判断するんじゃなくて、裁判所にも、まあ、一時保護を求めるような制度にしようというような、はははははは、まあ、法改正が今度行われるんですね。そうするとちょっと思い切ってやれるようになると。そうなんですよ、うん、で、まあ、今回それに合わせて新しい資格として、はい、子ども家庭福祉ソーシャルワーカー括弧、うん、仮称なんですけれども、はい、そういう資格を創設して、まあ、児童虐待の対応とかに、まあ、専門性を持つ資格を、うんうん、のある人が、まあ、関与するようにしようと、はい、いうようなことで、まあ、新たなその枠組みを作ろうということなんですね、うん、でこれ私もかつて児童相談所を取材したことあるんですけれども、はい、やはり、まあ、そうした通報とかが、まあ、児童相談所ってしょっちゅうかかってきたりして、まあ、その対応に追われている一方で、まあ、職員そのものは必ずしも専門性が高い人ばかりではなくてですね、本当に、まあ、忙しさのあまり対応してるだけで、うん、まあ、まあ、引き継ぎが必ずしもうまくいってなかったりというようなことがあって、まあ、いろんな事件の、まあ、背景にもなってきていると。あ、そっか。まあ、それから、まあ、野田市とか目黒なんかのケースもそうなんですが、はい、父親だけじゃなくて母親も加害者になっていて、で背景には、まあ、その父親による、まあ、DV、ドメスティックバイオレンスなんかあるなんていうケースも明らかになってきて、はい、非常に専門性が必要とされるような。うね、これケースバイケース難しいですよね。出てきてるんですね、うんで。それはやっぱりちょっと素人の一般の職員などなかなかわかりにくいと、うんうんうんで。だからソーシャルワーカーを創設しようと。まあうん、そうです。それで、まあ、今回、先ほど、まあ、報じられた、その、自立支援の年齢宣言の撤廃という問題なんですけど、はい、これも、あの、長く、まあ、児童養護施設などで言われていた問題なんですけれども、うん、児童養護施設とか里親、まあ、あの、児童相談所が保護したケースですね、はい、虐待をされた子どもたち、保護してそういうところに入れたとしても、実は18歳で出ていかなければならないという、原則は18歳になっていて、はい。で、そのために結局18で社会に出て行って、うん、まあ、自立してくださいと、うん、あとは自分でお金稼いでくださいというような仕組みになっているために、うん、なかなかそれができない若者が増えていてですね、はい、まあ、そうした若者も私取材したことあったんですが、ははは、やっぱり経済的な困窮とか、うん、あるいは社会性がなかなか身についてないとか、ね、うん、職を転々としてという不安定な人たちがたくさんいることは問題だなと思っていたんですが、例えばあの大学へ入ったとしても奨学金を得たとしても親には頼れないわけですよね、虐待なんか受けてたら、さあどうやって学費を稼ぐかっていう話になりますよね、現実的に。そうなんです、うん、ですからそうしたことをやっぱり社会で支えていくってことをやらない限り、うん、そうした層が増えて、またまあ、場合によっては自分あのそういう人たちが親になったら同じようなことを繰り返してしまうという、あ、まあ、社会全体が不安定なことになるので、はい、まあ、今回の法改正というのはそういうこともまあ対応しようという、うん、まあ、実はあの児童福祉についてはかなり画期的なことなんですね、うん、そうですね。そして本当におっしゃったように大事なニュースですね、これ。そうなんです、うん、ですからもっともっとちゃんとあの新聞もテレビもラジオも大きく取り上げなきゃいけない問題だなと思うんですけれども、うんね、でまた虐待を本当に改めて考えなきゃいけませんね。そうですね、やっぱり子どもや若者を社会がどう支えるかっていう問題ですから注目したいと思いますね、うんうんうん。アナリスト荻原博子さんです。テーマは何でしょうか。はい、今日は五行五民っていつの時代、はい、で冒頭にね、かずみさん言ってくださったように、江戸時代ですよね。はい、で、江戸時代に、まあ、年貢を納めるんですけど、農民は、大体半分を公に納め、半分は自分のものとして、うん、まあ、それで食いつないでたっていう、そういうことなんですけど、実はね、この、五行五民って、ずっと五行五民だったわけじゃなくて、江戸時代の最初の頃は、四行六民だったんですよ。ほうほう、だから、4割か、国、収めて、うん、で、6割は自分のもの。ところが、これ、7代目まで、
あの、江戸時代の、まではそうだったんですが、八代目の吉宗の時に、はい、享保の改革というのがあったんですね。で、この享保の改革で、一気に五戸を五民にしたんですよ、うん。そしたらもうみんな苦しくて、一揆が結構起きたりとか、はい、いろんなこと起きてたんですけども、まあ、それで結構その江戸時代、そこはちょっと人口が伸び悩んだりしたと言われてますね。で、じゃあこの五戸五民って、だから、五戸五民って言うとどうしてもこう苦しいっていうね、うん、代名詞なんですが、はい、この五戸五民、実は今、私たちがほぼ五戸五民。へぇー。で、これはね、あの、私が言ってると信憑性ないんですけど、実感はないですね。ね、あの、財務省の、あの、出している資料を見ていただくとわかりますけど、はい、手元に表があります。うん、国民負担率というのがあるんですね。はい。で、国民負担率というのは、あの、私たちに負担している税金と社会保険料。はい、これを一体収入のどのぐらい納めているのか。そうすると、これがね、今ね、44.3% なんですよ。はあ、で、44.3% で、まあ、あの、どちらかというと、まあ、5に近い数字。で、実は、ここにね、財政赤字を含む国民負担率というのを入れると、うん、なんと 56.5%。あ、5を超えちゃった。5を超えて6の方に近い。だから、私たちはそう、財政赤字というのはね、あの、私たちが将来的に払っていかなきゃいけないわけですよね。そうすると、やっぱりね、5個5民なんですよ。で、これ、5個5民じゃ、本当にこの先どうなるのって話なんですけども、はい、この間言いましたっけ、あの年金下がるっていう話、0.4% ですね。あれは、あの2019年、20年、うん、21年の給料が下がったから、年金もそれにスライドして下がったということなんですけど、ね、来年の年金は、今度、もろにコロナですよ。もろにコロナの2020年、うん、2020年、うん、21年、22年が対象になるんで、うん、さらに下がりますよね。そういうことになりますね。うん、そうすると、これ、もう本当に年金は上がらない。給料は上がらない。そういう中で、実は10月からものすごい負担が増えるんですね。うん、で、なんで10月からかっていうと、選挙あるじゃないですか。7月に。ああ、参議院選挙。参議院選挙、はい。で、参議院選挙の前には、あの、社会保険料とか上げたくない。はいはい、選挙負けると嫌だから。はいはい、だから、雇用保険とかが、まあ、10月に上がる。あの、10月、本来だったら4月、ね、4月からって話だったのに、まあ、先送りして10月になったんですけど、それで、なんと、まあ、今まで 0.3% だったのが 0.6% で倍になるんですね。はい。で、それだけではなくて、75歳以上の後期高齢者の方。はい。これは、窓口、介護保険、介護の負担が、これ、倍になるんですね。1割から2割になる。それとか、あとね、今、パートやってる方で、501人以上の企業は、社会保険に入りなさいというのが、ですから、サラリーマンの妻の方って、そういう負担は全部自分でしなくても、保険に入ってることになってる、国民年金とか国民健康保険。でも、やっぱり会社に入りなさいということになるので、まあ、その分負担増えますよね。で、これが、今まで501人だったけど、10月から100人以上。だから101人からになるんです。間口広がりますね。間口広がるんです。だからかなりの方がそれ、社会保険料払わなければならなくなってくる。うん、で、さらに、12月には、はい、相続税、実は今、110万円まで、皆さんの相続税っていうか、ごめんなさい、贈与税ね。贈与税が110万円まで無税で上げても、税金かかりませんよっていうのがあったんですが、うん、これが去年の税制改正大綱で見直しの検討を進めるというのが入ったんですよ、一文。ということは、多分12月に、もうこの110万円無税っていうのはなしですよって、実質上税ですよね。そうですね。そういうことになっていくんじゃないかと思う。うん、で、しかもね、こういうふうに言ってて、とか思うじゃないですか。はい、その間にもね、うん、発泡酒毎年ずっと上がってきますよね。発泡酒とか、はい、タバコとか、増税ですよね。これ、はい、実質増税。だからね、そういうのをどんどん積み重ねていくと、やっぱり五戸五民ですよ。そうですね。そう。でね、私、怖いことに、徳川家康が何と言ってたかっていうと、うん、百姓は生かさず殺さず。なんだかね、本当に。生殺しですね。がっくりしますよね。で、本当ね、岸田さん
ちゃんと収入増やす、収入倍増とか言ってましたよね。あれどこ行っちゃったのかわかんないんだけど、本当にね、皆さんの収入をもっと増やすような努力をね、はい、ちゃんと真面目にしてほしいと思いますよ。そうですね。勉強になりました。荻原博子さんが語り下ろした、五行五民っていつのこと、いや、今のこと。今日の。IMF 国際通貨基金は先月25日、今年の世界経済見通しを発表しました。で、今年は世界経済全体の成長率が去年より 1.5 ポイント低い 4.4% になると予測しています。その一方、日本の成長率については 3.3% に改善するとしています。ここからどんなことが見えてくるんでしょうか。今朝は2022年日本経済の真の課題と題して、一般財団法人日本総合研究所会長の寺島実郎さんに伺います。寺島さん、おはようございます。どうもおはようございます。 IMF が発表した今年の世界経済見通し、寺島さんはどうご覧になってますか。まあ、先週発表になってきてですね、はい、世界全体の GDP ね、地球全体の GDP の成長率が、もう一昨年コロナに突っ込んでですね、マイナス 3.1% っていうところまで落ち込んだんですね、はい、ところが去年ですね、プラス 5.9% っていうことでですね、世界全体はですね、大きく戻したっていうかですね、で、今年については 4.4% ぐらいの成長だろうっていう、まあ今おっしゃってた数字になってくるんですね、はい。で、注目したいのは、その我が日本なんですけども、まあ欧米先進国及び中国がですね、ある意味では高い数字の回復力見せてるのに対してね、おととし、マイナス 4.5% に落ち込んだ日本がですね、うん、昨年の秋頃まではですね、3% 前後の成長軌道に戻るっていう数字を予測してたんです、IMF も、はい。ところが結果、去年 1.6% の成長っていうところにとどまったっていうことなんですね。うん、で、今年は 3.3 ぐらいの成長期待できるだろうと出してますが、この一番注目したいのは、昨年がですね、1.6 にとどまったっていうことなんですけどね。はい、で、そこで、その世界 GDP の中で日本が占める比重っていう話をこの番組でも何回か僕触れてきたんですけども、はい、1994年もうはるか前ですけども、うん、日本がですね、一番最大の比重を占めてたのが1994年で 17.9% 占めてたんです、世界経済のですね、はい、2割近く。ところが去年のこの 1.6% 成長っていうことで、日本の世界 GDP に占める比重はわずか 5.7% になったっていうことなんですね。で、つまり日本の埋没っていうことがこう見えるわけですけれども、はい、そこでね、今年のですね、日本経済にとっての最大の課題って何だろうかっていうことをですね、ちょっとこう今日は議論しておきたいんですね、はい。で、まさに昨日ですね、2月の3日にイングランド銀行がね、うん、政策金利をまた 0.25 上げたっていう報道が今日出てるわけですけども、うん、そのアメリカと欧州はですね、その景気の過熱とインフレの抑制のために、いわゆる政策金利を引き上げたりですね、金融政策の量的緩和ってやつをですね、はい、要するに引き締め基調に戻すっていう流れがもうこのところに来てはっきり見えてきてるわけですね。はい、で、日本はね、まあ、その異次元金融緩和っていうのを続けてるわけですけども、冷静に振り返ってみると、日本っていうのは、2008年の12月ぐらいからもうゼロ金利と、うん、で16年からはですねマイナス金利っていうところでもって超低金利を走り、プラス、まあ、コロナに突っ込んでからさらにそのいわゆるジャブジャブに金融をするっていう、まあ、流れの中をこう25年間も走ってきてるわけですね、はい、で欧米がですねそういうインフレ抑制の目的でもって金融政策の引き締め基調に入ってるのに対して日本が出口に出れるのかっていうのが今年の僕大きなまあ課題っていうかですね、つまり金融政策の正常化っていうですね言葉が当たるんだと思いますけども、そこでね、例えば欧米先進国との間にある種の金利差っていうのがよりはっきりしていくとですね、円安っていう課題について日本人が真剣に向き合わなきゃいけなくなるっていうのが僕は今年の大きなポイントだろうと思うんですね。でそこですでにね、企業物価指数なんていう統計をしっかり見つめるとですね、うん、日本がもうすでにその円安をテコにした川上インフレ、川下デフレって言い方があるんですけども、うん、川上の原材料はですね、例えば昨年の1月から12月までの間にね、要するに原材料資材ですね、はい、57% も上昇してるんですよ、日本で、うん、
17% ってびっくりするような数字ですよね、うん、ところがその最終財、最終消費財っていう意味ですね、昨年の1月から12月までの間に 4% の上昇にとどまってるんですね。で、特に我々が気にしてるその、エネルギー、例えばガソリン価格が高くなってるぜっていう話をみんな、まあ、あれしてるわけです。注目してるわけですけども、はい、原油入着価格っていう統計があるんですよ。つまりですね、ドル建てベースでの原油価格っていうのは、1月から去年度ですね、1月から12月の間までに 64% 上がってるわけです。つまり、原油の価格上がってますから、はい、ところがそれを加速させてるのがですね、円ベース、つまり円安がですね、要するに進んでるもんだから、円ベースでの原油入着価格っていう数字見るとですね、81% 上がってるんですね、うん、つまりこれ倍近くって意味なんですね。つまり1月頃103円前後だったその円ドルレートがですね、113円っていうのが去年のまあ1年間の12月の段階でのですね、円ドルレートってことで、はい、つまりですね、円安の効果によってですね、うん、原油入着価格なんていうものがボーンと跳ね上がってるっていうことに気がつくわけですよ、うん、でそこでここで1月30日のね、はい、日本経済新聞の一面トップにある種の分析報道ってやつが出てるんですけども、円安の重圧っていう言葉がですねタイトルでボーンと出てくるんですけども、うん、まさにですねこれ見るとすぐわかりますけど、円安でも輸出の数量が伸びないというか、円安になればですね、輸出にとってはハードルが低くなって結構だって今まで見方が一般的だったわけですよね、はい、ところが円安でも輸出の数量伸びないよっていうまあ分析と、うん、それからですね、食料エネルギー価格に加えてですね、例えば婦人服だとか、うん、エアコンっていうのが出てますけども、例えば家電ってやつですね、はい、これもですね、円安のインパクトでどーんと高くなってきてるよっていう話がこう出てくるわけですよ。でそこで我々としてですね、健全な資本主義っていう言葉をちょあえて使っておきますけども、はい、要するに金融をジャブジャブにしてね、株価を引き上げたり、あるいは円安に反転させて結構だっていう感覚のですね、うん、その経済に対する見方からね、我々は少し物の見方を変えなきゃいけなくなってきてる段階に入ってるなっていうのが僕の今日まあ申し上げたいことなんですね、うん、で今やたらに新しい資本主義っていう表現が出てきますけども、これもですね、はい、その分配にだけ軸が、この論点がですね、うん、分配を増やすっていう方向に新しい資本主義っていう議論が向かってますけども、僕はですね、健全な資本主義っていうか、どういうことかっていうと、どういう産業基盤でね、日本人が飯を食っていくのかってことについてですね、うん、やっぱり新しい構想力、だからものづくり国家でですね、例えば自動車産業一本足打法なんて言われましたけども、その、うん、要するに自動車の輸出で飯食ってるんだっていう感覚で、円安に向かえば結構だなんていう感覚からですね、国民の生活っていうことを考えたね、金融政策っていうか、健全な資本主義って何なんだろうっていうことをですね、もう一回問い直す時に来てるんじゃないかなと、うん、で我々経済議論する時にですね、株価と為替の話ばっかりしてね、うん、経済にとってプラスなんだっていうふうに思い込んできた部分があるんですけども、はい、やっぱり産業の技術基盤をしっかり踏み固めてですね、健全ないわゆる製造業、ものづくり、うん、そして食と農ですよね、うん、日本を安定させていくですね、産業構造に持っていかなきゃいけない、つまりなんとなくですね、マネーゲームの議論からですね、うん、健全な産業の議論に議論をシフトしていかなきゃいけないっていうことをですね、この世界経済見通しの流れの中から見えてくるものとして僕語っておきたいですね。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、お願いします。小川さんのプロフィールご紹介しましょう。小川さやかさんは愛知県生まれです。タンザニアや香港で実地研究を行っていらっしゃいます。著書にチョンキンマンションのボスは知っている、アングラ経済の人類学やその日暮らしの人類学などがあります。はい、改めて小川さんは普段どういった研究なさってるんですか？
私はもともとタンザニアの路上商人の研究をしていたんですけれども、はい、最近はそのタンザニアの商人たちの中に、香港とか中国に渡航して母国と、交易をしている人たちがいて、うん、でその人たちのインフォーマルな交易の仕組みとか、彼らの人間関係のあり方なんかを、文化人類学的に研究しています。はい、今はコロナ禍ですとやはりフィールドワークなどは難しくなったんでしょうか。そうですね。もう本当にフィールドワークに行かない年がなかったので、はい、コロナになってから全然フィールドワークに行けないことが、すごくこう研究の進展においても、不安な毎日っていう感じですね。なるほど。またそのタンザニアについて、タンザニアフィールドワークの対象の地域として選んだのは、これはどういった流れというか理由だったんですか？なんかね、よく聞かれるんですけど、はい、本当に具体的な理由はなくてですね、うん、なんかこう大学生の時によくあるバックパッカーみたいなことをしていたのと、ワンダーフォーゲル部に入って山登りとかしていて、はい、でそれでこう海外旅行にもよく行ってたんですね。でその中で、まあこうなるべく遠い国でフィールドワークしたいなっていう、文化人類学するならちょっと遠いところに行きたいなっていうことからアフリカを選び、でタンザニアも本当に自分の指導教員がたまたまタンザニア農村で研究したので、はい、そうしました。そこで実際そのタンザニアで特にその、まあ、さまざまな少年たちも取材というか調査対象にしていたということですけれども、その調査対象を選ぶ時の流れというか、いきさつというのはどうだったんですか？なんか実はですね、指導教員は結構真面目な社会経済学者で、はい、どういう調査をするかっていう相談をした時に、唯一こういいよって言ってくれたのがですね、インフォーマルセクターっていう非公式の統計に乗らない人たち、路上で家具を作っていたりとか、路上で商売したりとかしている人たちの、徒弟制度なら面白いんじゃないかっていう話になって、それを研究する予定で行ったんですけど、はい、ただなんか大工さんとか家具職人を初め調査しようと思って、行ったんですが、あんまり私なんか重い荷物とかが持てなくてですね、はいはい、役に立たなかったっていうので、なんかずっと入り込んでいくのが難しかったんですよ。でそこにこう行商人がやってきて、で行商人と商売に行ったら、もう私でもこうできたっていうことから、はい、路上商人の研究をするっていうことに決めたっていう、なんかそれもすごく偶然の成り行きでした。結構その文化人類学だと、フィールドワークと一口で言っても、その割とこう密着をして観察するっていうタイプのものもあれば、今ちょっと出てきたように、その、もう自分自身が体験するというか、もう参与観察というか、随分コミットメントするような研究もあると思いますが、小川さんはどうだったんですか？私はもうなんか完全に毎日、古着を50枚くらい抱えて、はい、行商人と一緒に行商するっていう感じでも、現地に一回行くと1年くらい、住んで、彼らと一緒にこう郊外の長屋に住んで、で、それで毎日路上で商売するっていう、産業観察って呼ばれる密着型の、調査をしていました。はい。これ、行商したいんだっていうふうに、話しかけるんですか？それとも自分はこういう研究をしていて、行商を体験させてほしいというようなことを言うのか、どういうふうにアプローチするんですか？もちろんなんか最初はですね、最初、そもそも行商をやったのがですね、迷子になった時に、バスのコンダクターたちに、こう、ナンパされたんですよ。で、その時に、あれ、私が興味があるのはあなたたちじゃなくて、行商してる人たちなんだっていうふうに言ったら、そのバスの、コンダクターっていうか、客引きたちっていうのが、行商人を適当に、おい、お前らちょっと来いとか言って、このお姉ちゃんたちが君らのことが好きやって言ってるで、みたいなことを、言って、で、それでもう私、彼らが、なんでやねんみたいなこと聞くので、いや、実はこう研究してて、みたいな話をしたら、はい、まあ、そんなやってみたらわかるから一緒においでって言われて、そのまま一緒に売り始めるっていう。で、もう本当はなんか3、4日で体験学習を終えようと思ったんですけど、人間関係ができちゃって、気がつけば1年半くらい行商してしまいました。でもそれぐらい時間をかけて、その、最初から例えば、本当は家具職人とかの徒弟制度を追おうとしたぐらいですから、やっぱり経済活動だけではなくて、はい、経済構造というか、どういったやりとりで
一人前になって、どういったやり取りで販路とか客を獲得してみたいな、そうしたことも追いかけたわけですか？そうですね。なんかこう、行商人の世界に入って、もうすっかりハマってしまった理由がですね、はい、彼らが本当にこう、したたかで、ずる賢いんですよね。うん、で、その後、仕入れ先のボスと、まあ、パトロンクライアントというか、こう、ボスと子分みたいな関係なんですけど、まあ、子分の方はどうやってかすめ取るかみたいなことばっかり考えてますし、うん、ボスの方はどうやってこの、こう、ちょっと、脇が甘いと騙してくるような行商人を飼いならすかってことばっかり考えてるっていう、はい、そのこう、騙し合いの生き生きとした感じっていうのと、でも彼ら単に人を騙すだけじゃなくて、すごくこう、かっこいい騙し方があるんですよ。そんな人を追い詰めたりとか、してはいけないし、で、誰かを助けて商売するときに誰かにすごく安く売ってあげるとか、仕入れ値の半額で売ってあげるみたいな困った人にっていうためには、お金持ってる人からちょっと、ぼったくって取らないと、帳尻が合わないっていうので、結構こう、この人にはこの程度で売るために、そうじゃない人をちょっとうまく乗せて騙しをしてみたいなことを考えている人たちっていうので、そのなんか騙し合いの倫理みたいなものに、すごく関心を持ってしまったっていう。騙し合いの倫理。具体的にその行商の場面で何をどう騙し合うんですか？なんか行商ってほとんどこう、どちらが困っているか合戦みたいな感じなんですよ。定価販売はしないので、例えばお客さんと駆け引きするときに、なんかお客さんは、いや、もう昨日からうちの母ちゃんが寝込んでて、ほんまにお金がないから、ちょっと安く売ってくれへんか、みたいなこと言うんですよね。で、行商人たちは、いやいや、俺もな、昨日からずっと足を棒にしながら歩いてるんやけど、まだ1枚も売れてないのよ、とか、なんとか高く買ってくれって、まあ両方ともめっちゃ嘘ついてると思うんですけど、でも、それでも、まあどの程度本気なのかっていうのは、やっぱ分かったりするんですよ。駆け引きの言葉尻とかに滲み出ていて、で、そういうのを判断しながら、まあ、全ての人をこう追い詰めることなく、まあ、上手にあるところからお金を取ってないところには安く売るっていうことができることが、まあ、かっこいい商人なんですよね。なるほど。確かにその騙す騙されるということに対する感覚って国や地域などによっても違いますよね。そうですね。なんか多分こう海外旅行に行かれると、はい、発展途上国で、すごくぼったくられたっていう経験をした観光客いらっしゃると思うんですけど。うんうん、はい、あります、あります、私も。でも、もしかしたら、荻上さんが騙されちゃったお金はですね、はい、誰かの、に安く売るっていう、還元されてるかもしれないですよ。いや、そうですね、騙されそうになった時に、やっぱり、親子連れで、例えばこの子の教育代がとか、あとはその少年労働者とかが、いやいや僕も学校に行ってみたいんだみたいな話をされると、ちょっとほろっとなるけれども、いや、何年それやってるのかとか、とはいえ条件が違うということは、教育を受ける前から変えられるんじゃないかとか。取材する。私も払っちゃうタイプ。そう。でも、それにもう、誰を騙していいのかいけないのかっていう線引きのようなものがあるということですか？ですね、なんか人は、なんかでも毎日状況が変わるっていう認識なんですよ。晴れの日もあるし、雨の日もあると、人には。だから、お金持ちでも、もしかしたらちょっと精神的に追い詰められてる時があるかもしれないし、まあそんなにこう、お金を持ってない人でも、ちょっとこう、懐が暖かい時とかですね、気持ちがいい時っていうのはあって、で、そういう、こう、その人がその時々で置かれている状況を見極めて、どれだけこう、お互いこう、その値段で売り買いできたことを気持ちよく納得する感に持っていけるかっていうのが、そのずる賢さの発揮の仕方の真骨頂だと言うんですけど。いろんな場面で交渉が発生するんですね。そうですね。今日の話の中では、ではタンザニアの方々がどういった生活感を持っているのか、どういった暮らしをしているのかということを伺いたいんですけれども、実際の暮らしぶりというのはどうなんでしょうか？
そうですね。最近、タンザニアもともと農業国で、で、多くの人たちは地方から都市にやってきて、はい、で、まあ、その行商とかをしたりっていう、インフォーマル経済を、インフォーマル、非公式経済って呼ばれる都市雑業をするんですが、うん、最近ちょっとこう、GDP も上がってきて、豊かになりつつはありますけれども、うん、でもやっぱ日本に比べると、すごくこう、不安定な生活をしていると思います。その不安定の中でのその例えば暮らしへの意識、働くことへの意識というのはいかがですか？そうですね、とにかくですね、インフォーマル経済の人たちの息抜き戦略としてはいろんなことをするっていうことが、はい、重要なんですよ、うん、日本の人たちみたいにこう一個の会社に入ったらなるべく長く勤めるっていう感じではなくて、はい、副業とかせずにとかじゃなくてそうもうなんかちょっとでも見入りが良さそうな仕事にどんどん転職していくっていう、うん、すごく、スペシャリストではなくて、ジェネラリストとして生きていくっていうのと、うん、はいはい、あと、何か一個の仕事で儲かったら、そのお金を違う商売に投資するっていうことで、うん、いろんな副業をしておく。はい、で、そうすると、なんか、まあ、人生一個くらい、例えば古着商売をしてたけど、古着商売がうまくいかなくなったっていう事態に、古着商売だけやってたら、明日から食べていけないけど、うん、古着商売もしていたし、床屋さんもしていたし、うちでは養鶏もしていてっていう、はい、商売が、ちっちゃい商売が5個や6個あると、まあ、なんか失敗しても、また他の仕事が生き残っていて、で、生き残っている仕事でもう一回再起を図るっていう、うん、感じのリスク分散のためにいろんな仕事をするっていうことをしている人たち。小飽きないたくさんする人たち。小飽きない。でも、インフォーマルセクターという話があったように、その、公的な、例えば、その、就業制度とか、あるいは法的な補助とかっていうものがあまり期待できないということですか？うん、そうですね。もう全然期待できないですよね。うん、なんか、よくこう、日本の社会保障の話を彼らにすると、はい、すっごい驚かれますよね。その政府から何かお金をもらったりすることができるっていうこととか、そういうことはほぼ考えてないですよね。なるほど。まあ、だからこそ自力で分散型で生きていく。うんっていうことなんですか？そうですね。でも、それと同時に、やっぱりすごく、こう、互助的なネットワークっていうのをみんながもう必ず持っていて、はい。で、公的な保障はないけれども、まあ、共助って言われるものとかですね、うんうん、っていうのは充実しているところだとは思います。その共助の充実というのはどんなところに現れるんですか？ですね。まあ、なんか、一つはもう、そもそも、なんて言うんですかね。彼らは、人間関係を、たくさん築いていくっていうことを、重視していて、はい、さっき、いろんな仕事に投資をするっていう話をしたんですが、それと同時にたくさんの人に、儲かったお金を分配しちゃうんですよね。ほう。で、なんかコミュニティを作って助け合ってるとかじゃないんですよ。ちょっと、困ったなっていう人とかがいたときに、まあ自分ができる範囲で、助けてあげる。で、ただそのお礼みたいなものはすぐもらわない。お金貸したりとか、親切にしても、そこでこう、帰ってきてしまったら、はい、それでもうやり取り終了じゃないですか、はいはい、で。そこでお金貸した相手とかには、いやいや、払える時になって、俺が困った時に助けてくれたらええで、みたいな感じで、うん、借りを返してもらわないって置いとくんですよ、はい。で、そういう人たちが、例えば100人くらいいるとですね、なんか困ったことがあった時に、そうやそうや、あいつに昔ご飯起こったわ、みたいな感じで、うんうん、電話して、今日俺食えへんのや、とかいうふうに電話すると、ほんならおごってあげるみたいなのが、うん、やってくるとか、こう、子供が病気になって、今すぐ病院に来たんやけど、はい、その、タクシー代がないんやって、タクシー運転手の友達に電話すると、うん、タクシーが無料でやってくるみたいな感じです。うんうん、なるほど。もうネットワークをこう、作っていくことによって、困った時の頼りどころみたいなものをこう、探る。それは、あれですか、ネットワークを作ろうっていう意識が相当もともと高いのか、それとも、なんだろう、こう、人間味というか、親切心みたいなものが結果にそうつながってるのか、そうなったにはどういう温度感ですか？なんか彼らが言うには、とにかく、さっきも言ったんですけど、お金とかを貸したり、助けてあげたお礼をもらってはいけないっていう感じです。はい、
お金をこう返してもらった、なんていうのかな、みんなで助けようみたいな感覚はなくてですね、うんうん、なんかちょっと貸しとか借りを残しておけば、その人が自分のとっての人生の保険になるっていう感覚で、うん、だからこう、資本主義市場でお金を稼ぐ。で、その稼いだお金の一部を、まあ、誰かにあげたり貸したりして、はい、で、私にとってこう借りを持つ人間っていうのを貯金していくんですよ。だからこう、銀行にはお金はほぼないけど、でも自分に貸しを持ってる人間が500人くらいいるみたいな世界で、なんか何があってもなんとかなるみたいな感じかなって思います。はいはい、じゃあなんか貨幣経済とはまた別にその、ご縁によってつながる経済圏というか支援ネットワークみたいなものが作られるということですか？そうですね、はい。これ、そうしたような、その様々な商売をするとなったときに、例えばコロナ禍でも、できなくなる商売というのが一気に出てくるっていうタイミングなどもあると思うんですけど、そこに対する対応はどうだったんですか？いや、もうなんかそれが本当に、素早くてですね、はい、私のこう、友人たち、香港とか中国で商売してた友人たちの中には、武漢でコロナが始まった時に、まあ、強制送還されたというか、こう強制的に帰国させられた人たちだとか、うん、あと、まあ、それまで中国や香港と貿易してたけど、まあ、貿易がストップしてしまったっていう人たちはたくさんいたんですね。はい、うん、で、こう、商店街に行くと、いやいや、もうこのまま中国にもう一回渡航行って、渡航して商品を仕入れたり、貿易が再開されなかったら、在庫がなくなって自分たちの店は終わってしまうみたいなことをみんな言ってたんですけど、うん、もう2週間もするとみんな全然違う仕事を始めて、うん、すっかりたくましく生きててですね。で、なんか、例えば、まあ、一人は、一人の友人なんかは、もうやっぱりこう食べ物は最後まで売れるだろうっていうことで、それまでもう中国にとの貿易に使ってた資本を全部、養鶏場を作るために投資して、はい、で、私なんかもう、ちょっとくらい貯金残しと、資本残しといた方がいいんじゃないって言ったけど、いやいや、まあ、また中国のビジネスができるようになったら養鶏場売ればいいから、みたいな感じで、養鶏場を始める。でも、それはなんか急に始めるっていうわけじゃなくて、今までそのさっき言った、親切にして、仲良くしていた養鶏をしている友達が、こういう商売のやり方やでっていうのを教えてくれるっていうので、いろんな種類の人間と付き合いがあれば、まあなんか、一個くらいアイデアが花開くっていう感じで、あとはなんか、私の別の友人なんかは、もうコロナになったら、これからはやっぱ社会不安が来ると思うから、はい、警備会社をしようと。ほう。でも、なんか、急にこう、フォーマルな警備会社とかでやるの大変やから、まずは、正規の警備員の制服の写真を、こう、撮ってきて、隠し撮りしてきて、はい、で、近くの、友達の仕立て屋さんに、それっぽい制服を20着くらい作ってもらって、うんうん、で、インターネット、SNS 上で、まあ2時間とか1時間とか、ちょっと家とか店を見てくれるっていう警備員配達サービスみたいな、Uber Eats の警備員版みたいなやつを、Uber セキュリティみたいな。そうそうそう、でも今ちょっと来てほしい人に派遣みたいなやつを、速攻で始めて、でもうなんか、遠目から見たらね、本物の警備員かどうかなんて分かんないし、それじゃ不安な人は本物に頼めばいいわけだから、っていうので、もうそれアイデアがあれば、翌日から服さえ作れば始まるじゃないですか。用心棒ビジネスですね、それはね。そうです。用心棒ビジネスをもうなんか2週間後には始めるみたいな。コロナが武漢で始まった時に。すごい素早い転職でした、皆さん。でも今の話の中で、例えば養鶏やってた方がそのノウハウを訪ねてきた、知人にこう、すぐ伝えるってなった時に、それだと競争相手が増えるとか、ノウハウが流出するとかっていう不安はないんですか？あんまりないんですよね。彼らは、やっぱりこう、自分たちがやってる商売っていうのは、まあ、見てれば誰でも思いつくし真似するようなものだから、なんか、ライバルのがいるから、こう、
絶対に商売のやり方教えないとかっていうよりかは、むしろ親切にどんどん、これやったらうまくいったで、みたいなことを教えてしまって、はい、で、その代わり、まあ自分がうまくいかなくなったら、なんとかしてくれっていうふうにお願いした方が、合理的だと思ってるんだと思います。それもまた親切の貯金というか、うん、なんだろう。そうですね。はい。ちなみにその親切というのは、なんだろう。私個人は親切されると後ろめたさみたいなのが起こって何かお返ししなきゃなみたいな感じが芽生えたりするんですけど、ナチュラルにこう、なんかカラッとしたようなものなんですか、関係性は。本当に人々は。もちろん、その、ちょっと負い目を感じてくれないと、はい、その親切の貯金のシステムが回らないんですけど、うん、ただなんか彼らは、即座に返すっていうことをお互いに期待しないようにしていて、はい、だから受け取った人も自分がなんかまあそのピンチを乗り越えて平坦な状態になった時にたまたま自分に昔親切にしてくれた人が困っていて、うん、でしかもたまたま私がその昔親切な人になんかしてあげることができる状態になったら返せばいいっていう了解をしている。だからなんか一個一個の関係性に日本の人たちはきちっとやっていこうとするんですけど、彼らはなんかまあ300人くらいに親切にすると、そのうちの10人くらいはきっと成功して、なんかうまいこといくかもしれんから、あと、ほとんどが帰ってこなくてもいいやっていう感じです。じゃあ、小川さんに例えば親切にしてくださったその行商の方とか、そのナンパしてきた方とかは、そのいろんなまたそれがつながりになるというふうに考える面もあったんですかね。ありましたありました。ちょっとそれは香港の話なんですけど、はい、私香港で仲良くなった調査助手のチョンキンマンションのボスは知ってるのボスに、うん、しばらく経ってから私実は大学教員やねんっていうことを、はい、言って、で見た目はそう見えないからで、からプロフェッサーかとか言って喜んだ後、はいはい、携帯電話をふーんって見て、あ、プロフェッサーまだいないラッキーみたいな感じの反応をしたんですよね。すごい。ポケモンみたい。そうそう、ポケモンのね、レアキャラ発見みたいな感じで、で、別になんかプロフェッサーの肩書きが彼の人生にとってなんか意味を持つかどうかなんてわかんないじゃないですか。うん、でもしかしたら、詐欺師と、の方が、うん、なんか詐欺にあった時に助けてくれるみたいな感じで役立つかもしれないですよ。うん、なので、なんかただ、なんかいろんなタイプの人が、こう、勢揃いしていれば、はい、自分がどんなピンチになっても、その中の誰かを召喚してですね、はいはいはい、なんとかすることができるっていう感じで、多種類の人たちにかけとくみたいな、うんうん、感じの。確かにどんなピンチがあるか分かんないから、どんな助けになる、うん、が必要かも分からないからこそ、いろんなタイプのネットワークを作るっていうことなんですね。で聞いてるだけでとても面白いんですが、一旦ここでお知らせがありまして、はい、で続いて5時台にさらにタンザニアの方々の工夫や生活の知識などを伺っていきます。まもなく5時になります。下におごるんだぜって言われて、うんうんうん、かっこいいと思いました。そう、自分がこうなんか食べていけるようになったら、それはこのこう振る舞いは後輩にっていう形で広めていけっていう言い方をよく聞くんですけど、うんうん、それと似た感覚なのかしらと思いながら、うん、そうですね、まあ、もちろんそういう側面もあると思うし、なんか帰ってくるまでの期間が、うん、私に帰ってくることでも、帰ってくるまでの期間が20年とかでもいいんですよね。期限を切らないっていうか。そう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 、すぐ返そうって私たち。それはなんかすごくこう自律的な人間であるっていう、ありたいっていうのの、なんかものすごいにとらわれてるんだと思うんですよね。なんか、誰かに借りを持っていること自体が、なんか恥ずかしいっていう。だから自分は自分で独立独歩でやっているんだっていうふうに思いたいから、借りを抱えたくなくてすぐ返したくなってしまう、うん、でさっき言ったみたいにこう先輩からなんかしてもらって、で自分がその先輩になった時に後輩に返すっていうのは、うん、まだその自分はちゃんと自立してないっていうか、人よりはまだこうペーペーだからみたいなところで納得してるんだと思うんですけど、うん、まあ、対等な人間間で誰かから助けてもらったら、なんかすぐお返ししないと自分自身の自立性が
独立独歩感が薄れている感が、うん、するっていうのじゃないかなって思います。日本の今のおごるおごられるとかだと、うん、まず一つが縦社会っていうのがあるのと、そうですね、もう一つはその立身出世っていうのがあって、うんうん、成長して出世して立派になったら払ってくれみたいな感覚があるわけですけど、うん、あるある。そう考えるとタンザニアの方々の話は、そことはちょっと違いそうです、ね、ですね。そうですね。もうちょっとね、みんながこう、平面的なっていうか、はいはい、対等な立場感っていうのがあって、ストリートの世界ってあんまり上下関係が実はなくてですね。うんうん、そうした中でその様々に、まあ、借りを返して回っていく、うん、だけど全員に必ず返さなきゃいけないっていう話あったんですけど、先ほどですね、ツイッターでずっと借りっぱなしの人とか、うん、すごい縛られて支えられるだけの方とかいるんですかっていう投稿もあったんですが、うん、これはどうですか？もちろんですよ。あ、いる。でも、もちろんいます。でもなんかそれって私たちはなんかみんながこう同じ条件で、貸し借りをしているっていうふうに思うけれども、はい、でもその貸しっぱなしで借りっぱなしで借りパクしちゃったとか返さない人たちってもしかしてその後の人生があんまり良くなかったのかもしれないですよね、はい、でそれは偶然なのでしょうがないですよね。だからむしろなんかこう明らかに昔は親切にされて、で自分はすごくもう豊かになって何でもできる状態になって、で昔の恩人が助けてって言った時にそんな些細なことっていうのにが無視するみたいな感じだと、このケチンボって感じですけど、そんなに持つ感じなんですか？そうそう、そこはちょっとって思いますけど、でも彼がそのままちょっと例えば病気になったとか、何かこう人生がうまくいかない状態になったとか、うんうん、まあ、あるいはこう心がクサクサしたとかみたいな感じで返せないんだったらそれでいいよっていう風になるんだと思う。かけごとなんで、うんうんうん、なるほど。前提が全然違うですね。かけのリスクの分散。メールいただいてます。ラジオネームアフリカ大好きさんから、こんにちは。こんにちは。こんにちは。いつもありがとうございます。いつも楽しい番組ありがとうございますと、こちらこそ。お聞きいただいてありがとうございます。小川さんへの質問です。ご著書、都市を生き抜くためのコーチ。コーチ。はい。本体で言うと、タンザニアで実際に行商人になって研究されていたそうですが、ご自身のアフリカの人たちから信頼を得ることや騙された時の対処について気をつけていたことや驚いたことがありましたらお聞きしたいですと。お聞きしたい。確かに。どうやって信頼を得たのかっていう時と、あと騙された時どうされてたのか、あるいは騙されないようにどうしてたのか、ここはどうですか？うんですね。信頼を得たかどうかは今まではわからないですけど、でもとにかく一緒に暮らしていくことができたっていうことと、はい、あと彼らって信頼を絶対にこの人は裏切らないっていうことだとは思ってないんですよね。はい、この人は絶対に裏切らないとか、私が困ったら絶対助けてくれるっていう絶対っていうのは、もはや期待であって、それは信頼じゃないっていうふうに彼らは言うんですよ。はい、で、信頼っていうのは、なんかこう、この人は、まあ困ったらこの程度のことはするかもしれないけど、まあ、こういうことはしないだろうとか、困ったらこうなるかもしれないけど、でもそれはその人だからね、みたいな感じで、うん、なんていうか、そういうのを分かりながら、まあ時々怒ってみたりとか、流してみたりとか、笑い飛ばしてみたりとかっていうことをうまくやりながら人間関係を続けていけるっていうことが信頼なんだっていうふうに彼らは言ってるので、そういう意味では、なんか全部丸ごと私という人間を受け入れてもらったかわかんないですけど、はい、まあ、さやかとはこういうふうに付き合っていけるっていうふうにはもう信頼されたんだと思います。こう振る舞うべきだとか、こういうものだよねっていうふうな、かじっと想定し合うのではなくて、ちゃんとこう関係が持続するような緩やかさっていうものが、そうですね。結果として、まあ、ある程度の信頼がそこにあるかっていうようなことになるぐらいですか？そうですね。なんか私、商売してた時に、はい、
なんか自分がボスになったんですよね。仕入れ先の商人になって、はいはい、行商人を何人か使ってて、で、うん、7人くらいに逃げられたんですよ。古着を持ち逃げされたりとかして、で、彼らは駆け引きをしていて、私がちょっと彼らの生活を上手に保障できてないっていうふうに分かると、ブチ切れて逃げちゃうんですよ。で、みんな、住所不定の逃げちゃったらそれまでっていう人たちなので、でもなんかそれを繰り返してた時に商人が才華を見る目がないねと、君みたいな初心者はそんななんかこう朴訥で不満が言えなそうな人とかなんかと取引してはいけないと、もっとずる賢い人と取引しないとずる賢さが学べないっていうふうに怒られたんですよ。で実際ずる賢い商人と子分にして初めて自分はなんかどうやって信頼を続けていくかって分かったんですよ。なんか彼らは私がちょっと脇が甘いくて、自分がうまく儲かってると気づかない感じで騙し取っていくんですよね、駆け引きの中で。でも私が困ると、ちょっと優しくしてくれるからまた許しちゃうみたいな感じで、うまい具合にやりながら駆け引きのやり方を教えてくれて、で、なんか、あ、そうかと、なんか、全面的に何でも優しくするとかいうわけでもないし、はい、なんかこう常にこう戦うわけでもなく、うん、なんかこんなタイミングを合わせながらいろいろやっていけば、それなりにちょっとずつ損はすることもあっても、向こうも私を助けてくれる時もあるからっていう感じで、はい、続くんだなっていうふうに気づきました。なるほど。これタンザニアについてはですね、様々な、質問いただいてるんですが、次はこの方。はい。埼玉県草加市、ラジオネームスネークさんからメールです。いつもありがとうございます。ありがとうございます。タンザニアについて質問があります。その日暮らしができる背景には、社会情勢の安定が条件にあるように思うんですが、タンザニアでは社会情勢は、不安定化させかねないテロやクーデターなどの危険はないんでしょうか。また地球温暖化による農業などへの悪影響の心配はあるんでしょうかといただいてます。なるほど。もうちょっとマクロに考えると、確かに、まあ、タンザニアはアフリカの中では比較的に平和な国です。で、安定している国であるって、ちなみに私タンザニアの話してるんですけど、はい、アフリカっていう風にね、日本の人たちはアフリカ遠いからどうしてもそうなると思うんですけど、でも、タンザニアとガーナとかって、もうもはやなんか日本とフィリピンくらい違うと思うんですよね。なので、私の話はあくまでタンザニアっていう話で聞いてもらえると嬉しいんですけど、はい。そんなにこう、テロとかっていうのは起こってないです。で、農業は確かに不審な地域とか、たまに飢饉も頻発ありますし、不安定ではあるんですが、なんていうか、彼らは、不安定であることイコール、なんかネガティブっていうふうには思ってないんじゃないかなとは思います。安定を目指してない、安定っていうのを、そんなに最も大事な価値にしてないと思います。はい。安定以上の大事さって、例えばどんなものが、タンザニアでは浮かばれるんでしょうか？そうですね。なんかこう、安定するっていうより、なんだろうな。なんか彼らってあんまりこう、将来のことをすごく目的にして、今のことが不安定だってことを問題にする、なんていうか、そんなに将来のこと考えてないんですよね。とにかく毎日サバイブしていくことが大事だ。今っていうのがすごく焦点に当たってるので、なんか、今が不安定であるから将来も不安定であるとか、なんか不安定な状態が続くことがなんとかだ、みたいなことの意見をほとんど聞いたことがないですよね。なんか、でもこのスネークさんのメールだと、確かにその安定不安定の見積もりの度合いというのは随分違いますよね。当然、日本よりは不安定だし、なおかつ社会保障とか控除というのは期待できないからこそ、そこの中でなんとか足場をこう確保するためには分散してネットワークを広げて、で、ある種の騙し騙されは許容した上で学習してみたいな、そうしたサバイバル術みたいなものが身に染みてるという感じですね。そうですね。でも私
公助と自助って、とか共助って全然こう相反するものじゃないと思ってはいるんですけど、うん、で、その前提でまずは言うとして、はい、まずは例えば公助が日本の場合は充実した方がいいと思うんですよね。うん、で、その上で、でも政府がこう全部をカバーできないときに、なんかちょっとインフォーマルな領域があるっていうのは、なんかサバイブにおいてすごくいいんじゃないかって思うんですよ。うん、はい、さっきの、その、じゃあとりあえず正規の警備会社じゃないけど、まあやってみようかなみたいなことが、パッとできるっていうのは、うん、ある意味政府が、公的な補助ができない、プラス、完璧にコントロールもできてないんですよ。社会を。で、そうすると、なんか困った時に、自助とか共助っていうのを広げる、まあ、アイデアとか余地っていうのがあるわけですよ。即興的にやる。で、なんかこう、公助は公助で、こう、これがもう精一杯ですっていうふうにこう制限打ってしまって、それ以上広げてくれないのに、でも、その、素敵に、ちょっと試みとしてやるような領域は、とにかくきちきちっとこう規則にはめて、ちょっとでも、まあ、ルールから外れたら絶対ダメみたいなことを言われたら、どうしたらええねんみたいな感じになると思うんですよ。はいはい、で、ただ、タンザニアの方は、だからある意味、控除みたいな不安が期待できない意味では不安定なんですけど、その、でも、なんか困った時になんとか自分で立ちでアイデアをやればなんかできるっていう信頼感をすごい持ってて、うん、実際インフォーマルなことはな大概できるみたいな感じです、うんうんうん、なるほど。確かに先ほどの例えば制服作って警備会社っぽいものを作るみたいなことになった時に、それこそ例えば日本だと、公的なものが不足してるから、つまり警察権力だけじゃカバーしきれないから、そういったものをやろうとしてるんだってなった時、いや、それ洋服の例えば権利とかどうなってるのとか、商売の届け出したのかとかっていう、まあ違法にはなりますよね。なりますね。うん。で、ちょっと、まあそんなに、悪どいことじゃないことっていうのをおめこぼしするっていうのって、はい、どんどんルールとか規則が日本増えていくので、うん、ちょっともうちょっとこう、緩やかな融通の、融通の余地っていうか、グレーな余地っていうのもいいかなって思います。なんかみんなだって仕事なくなっても、インフォーマルセクターがあれば、まあなんかできるかもって気がするような気がします。うんうんうん、ある意味その国が助けてくれなくても逆に国が邪魔することもなかろうっていう感覚ですか。そう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 ですね。ああ。その国に対する見積もりというか、ナショナルものなものに対する考え方もまた違うんですか？あ、もちろん、タンザニア人っていうアイデンティティは今もありますけど、うん、でもなんか120以上民族があるんですよ、タンザニアって。だからそれ以外の民族っていうのももちろん、アイデンティティとしてはあってっていう感じで、うん、なるほど。なんか必ずしも国が唯一のこうまとまりの単位ではないです。こういった方からもリスナーの方からメールいただいてます。はい、河野市にお住まい80歳女性の方からいただきましたメールありがとうございます。タンザニアについての小川さやかさんのお話をとても興味深く聞いています。私はもう40年近く前にキリマンジャロ登山のためにタンザニアに行ったことがあります、うん、その時に乗ったタクシードライバーの男性の姿が今も思い出せます。かなり古いタクシーで床に穴が開いていて、うん、走っている道路が見えていましたが、ほうほう、危ないという不安感はなく、ドライバーの明るさとテープでかけていた多分音楽のリズムが印象的でした、うんうん、真夏の8月でしたが、リトルドラマーボーイというクリスマスの音楽だったんですが、とてもいい音楽だろうとドライバーが笑顔で得意そうに言っていたのが印象的でした、うん、唯一のテープだと言っていました。それ以後私はクリスマスシーブツになるとリトルドラマーボーイを聞いています、うん、登山のサポーターでついてきてもらった人たちはタイヤで作ったというサンダルを履いていましたが、へー、今はもう全く違うんでしょうね。4200メーターのラストウォーターまでしか登れませんでしたが、タンザニアの人の丸い瞳は忘れられません。ちなみに私は80歳になりましたと。はい。40歳くらいの時に、ね、キリマンジャロに登られたっていうことですよね。
この方の話もじっくり聞いてみたい日ですね、小川さんね。いや、めっちゃいいことを言ってると思います。まさに、その穴開いてても、あとタイヤのサンダルって、はい、ブリコラージュなんですよ。廃棄タイヤを、廃棄されたタイヤでサンダル作るとか。うん、で、穴開いてても、彼がかも自信満々に走ってるのは、うん、まあ、それでなんか止まっても、その辺のものをうまく使って、こう、直して、また走らせることができるって、信じてるからだと思います。なるほど。結構、その、今では違ってますかというようなメールだったんですけど、結構重なってるということですか？そうですね。そういうタクシーまだいますっていう感じ。なんか、どうしようより、なんとかできるっていう意識の方が強いんだなって。うん、どうしようのニュアンスが違うのかもしれませんね。どうしようかなじゃなくて、どうしようかなみたいな。うん、そっちになんだなって。そう思います。なるほど。でも、タンザニアにも多分僕みたいなネクラな人もいるんですよね。います。ネクラなんですか？私は大変。ねえ、常に何かを心配するっていう傾向に私たちなりがちじゃないですか。こうなったらどうしよう、あなたらどうしようとか、あと、なんか貸し借りだと、貸してくれないことを根に持ったりっていう自分もいたりするんですけど、そういうこう空気の蔓延みたいなのはないんですか、タンザニア。あんまりないですね。ないんじゃないかなと思います。なんか、やっぱり、もちろん、おとなしい人っていうか、静かな人とか、うんね、ゆっくり考える人とか、私の調査助手なんか、ムアナファルサファっていう、こう、哲学者ってあだ名がついてるので、じっくり考えるのが好きっていうタイプももちろんいますけど、うん、でもなんか多分、その一つはみんながこう、すごく個人が置かれた社会的文脈に思いを馳せて、その人の失敗とか行動とか成功を見ることができるからだと思います。なんか、例えば、こう、この人は返さない。あの人はダメだ。みたいな時に、それは人間はみんな同じだって条件にしてしまえば、それが急にダメなことになるんですけど、うん、でも、なんか、いや、遅刻したとか返さないみたいなことでも、まあ、この人、今こういう状況なのかなとか、ちょっと雨の日なのかなみたいな感じのことを、うん、想像することができる。で、なんか、それを想像できるかどうかっていうのは、なんか、不確実であるってことを受け入れるっていう、それを前提に考えてるだと思うんですよ。うん、今、うまくいってたって、誰でもこううまくいかないことはあるさ、みたいな。で、なんか不確実を減らすんじゃなくて、あるっていうことは、なんか他者に対して結構寛容になるんだと思います。確かに、ね、うん、確かに2、3時間遅れても大丈夫みたいな。そうそうそう。許容の乗り代にはなるかもしれないですね。そうですね。これタンザニア経済からではどういったような知恵というものを私たちは学べそうですか？そうですね。なんか私、よく、本当によく聞かれるんですけど、はい、なんか難しいなって思ってて、で、まあ一つはでも、なんか今日本も副業解禁みたいな話もしているし、うん、あと、なんか副業をするっていうことはもちろんなんか日本の文脈だと、じゃあちゃんと本業で社会保障しないのかみたいな話すぐなっちゃいますけど、はい、いやいや、そういう側面はもちろんこううまく、ブロックしつつ、うん、でもなんかなるべくこう多様な人間にこうかけるっていう、未来にかけるっていうことって、楽しいことだよっていうふうに経済としても、なんか自分がうまくいき、うまくいかなくなった時にパッとなんか身軽に新しいことに挑戦したり、今をこう、今の状態を打破するアイデアを獲得したりするのに、本当に役立つんじゃないかと思って、なるべくこう、ちょっと苦手で嫌いで、あんま関係ない人たちに、無意味な贈与とかをいっぱいして、うん、それで、今返してくれなくていいから、みたいなこと言って、うんうんうん、それで、なんか困ったことがあった時に、そういえばって思い出すっていうことは、すごいいいんじゃないかな、手軽で始められる、将来の、なんか不安定な危機を乗り越える、システムを作る上でって思いますけど、うん、なるほど。そのカルチャーとその時代によっての変化も当然あるでしょうけど、うん、でもさっき香港の方と自分が大学教授だって伝えた時にスマホ見てプロフェッサーがいないって判断したみたいに、例えばスマホとかデジタル社会になってもある種の社会の型みたいなものはそれはそれで維持されてるんですね。維持されてます。とかなんかそうです。なんかもう今ね、炭酸やってすごい、リープフロッグ現象っていうカエル飛び型発展っていう、はいはいはい、
携帯が、固定電話が普及せず、携帯が爆発的に普及とか、うん、銀行口座がないのに、誰も銀行口座持ってないのに、はい、みんな電子マネーの口座を持ってるみたいな、うん、そういう蛙飛び型の発展が起こっているんですけど、その中で、そのタンザニアの人たちの柔軟なネットワークっていうのが、はい、まさにこう、ギグエコノミーみたいな、ウーバーの配達みたいな、行商人たちもみんなギグワーカーとなってしまっているんですけど、はいはい、インターネット上でお客さんから、これこれ欲しい、OK みたいな感じで、うん、市場で探して届けに上がるとか、っていうのとかをみんなやってて、その間、こう、どこで誰に届けに行くかっていうのも商人同士でグループページを開催してうまく融通するみたいなこともして、すごい今時になっている。でもそうなった、そんな風にこう ICT を受け入れているけれども、はい、でも絶対に評価システムみたいなものは使わないんですよ。へー。なんかグッドバッドとか、そうそう、星4つですとか。そうそうそう、あれはやっぱ彼らからすると、そんな風になんかお腹痛かったかもしれないじゃんみたいな。それで判断する必要あるかみたいな感じで。確かに言えないよね。そう、梱包が破れてました、星3つとかって言われても、うん、いやいや、誰が破いたか分かんないじゃんとか、うん、破れてたかな。そうね、うん、まあでもその代わりなんか破けてたよとは言うんだけど、うん、で言うと、それごめんごめんって、いつか今度いいことしてあげるからみたいな。豊かだな。違いからいろんな社会のあり方の多様さというものか、比較っていうものが随分見えてきましたね。さっき答え